友人リストはアメリカ出身のピアノ奏者、フィラデルフィアの生まれ、両親はウクライナのオデッサ出身のユダヤ人である。5歳よりピアノを始めたが、12歳でロサンゼルスフィルハーモニックと共演するほどの上達を見せ、ジュリアード音楽院でオルガ・サマロフの訓導も受けた。1934年にドミトリー・ショスタ・コービチのピアノ協奏曲第1番の アメリカ初演の独奏を務め、その翌年にニューヨークフィルハーモニック交響楽団の演奏会に登場して、名声を確立した。1943年には、バイオリン奏者のキャロル・グレンと結婚し、以後、夫婦でデュオを組んで活躍した。1945年のポツダム会談の際には、集まった首脳たちのためにコンサートを開き、ポツダムのピアニストとして知られるようになった。 イーストマン音楽学校などで教弁を取ったが、モンスターコンサートの企画者としても知られ、1970年には、エドサリバン賞のために10代のピアノで、ルイスモロー・ゴッドシャルクのピアノ商品を演奏するなどした。ニューヨークにて没。articles.latimes.com。ありがとうございます。